こんにちは、浜田義隆です。今回ディベートのキャラクターデザインを、担当することになりました。オープニングなんですけど、すごいかっこいいです。シャミセンとそのギターのバランスがすごくどんどん出てくるんです。世界の、人たちにということで、やはり日本初というか、外国から見た侍じゃなくて、こう我々のなんかこう、なんとなくこう頭の中にある侍っていう、こう、まあ、本物とは変ですけども、かなりリアルな侍の世界を、近未来の世界でこう活躍して、いろんなモンスターと戦うっていう、日本を飛び出した、そんなこうインターナショナルな世界観になると思うので、皆さん期待していてください。自分の、もちろんキャラクターっていうのがあるんですけども、他にもいろんな素晴らしい人が今回このディベートに参加してもらってますので、楽しみにしていてください。それでなんと大物のミュージシャン、ボーカリストがこのディベートを歌うことになっていますので、皆さん楽しみにしていてください。それで来週の動画コメントはモンスターデザインを担当しているセイダーさんですので、お楽しみにしてください。